腰元コーデに水揚げされたマグロになりまして、魚体がですね、30キロあります。黒マグロ、また本マグロとね、呼ばれるマグロの種類になります。このマグロはですね、大トロ、中トロ、最高級のマグロになりまして、他にもね、マグロ種類あります。キワダマグロ、メバチマグロ、ビンチョウマグロにカジキマグロ、いろいろね、マグロ種類あるんですけども、大トロ、中トロ、マグロはですね、この黒マグロだけになっております。ただ、和歌山県は生マグロの水揚げ量が日本一になってますので、このように生で食べられる新鮮ないいマグロがね、毎日入っております。でですね、こちらの黒マグロを解体しまして、大トロ、中トロ取れますので、特別にお寿司にしまして、即売しています。ぜひ皆さん、ご一回に、さばきたての生のマグロ、食べてみてください。それではね、カテナを始めていきます。マグロ最初に、尻尾の部分からね、切っていきます。マグロはですね、この尻尾の断面を見ることによって、このマグロの生の味が8割、判断できると言われています。まず、尻尾の断面、見てください。真ん中に骨あるんですけども、この骨に対して身がきっちりくっついてるマグロ、こういうマグロが新鮮でいいマグロになるんですね。次に頭を落としていきます。マグロの中で一番栄養があるのはこの頭の部分だと言われます。目の周りには DHA、 頭が良くなる成分や、また EPA といいまして、血がサラサラになる成分がね、多く含まれています。まだ目の下の部分ですね、ここには頬肉といいまして、ほっぺた肉があります。肉みたいな食感で美味しい部分があります。またこちら、脳天、頭肉とかね、興味とかあります。頭の身がね、ぎっしりとなってますね。次に、カマさばいていきます。カマさばきますと、このマグロの一番脂が乗っている大トロの部分がね、あります。ヒロはですね、このように上に持ち上げまして、あります。そうしましたらね、こちら上に比べますと、下の先のところがかなり白くなってますね。この白くなっているところから、このお腹にかけてがね、一番脂が乗っている大トロの部分です。またこの釜についているトロはでっかくです。釜トロといいまして、 100g で5000円から6000円ぐらい取られる、かなり貴重でね、大トロのものになっています。こちらですね、その釜トロの部分になっています。ぜひ皆さんの機会にね、さばきたて生のおとろ握り食べてみてください。またこちらのカマなどは一匹につき2枚しかね、取れないかなり貴重な部分です。こちらですね、塩焼きや煮付けにしまいますと美味しくいただきます。こちらですね、このカマトロの部分になっています。今日の本マグロね、かなりいい脂が乗ってます。では今からですね、どうだのを本格的にさばいてます。マグロはですね、このように魚体が大きいため、背中、腹、骨と5枚おろしでさばいてます。まず最初に背中の分切っていきます。尻尾から頭にかけて皮に筋入れましたら、次に中骨に沿ってね、切っていきます。よいしょ。次に縦に割っていきます。マグロはですね、デリケートな魚になりますので、このようにさばかないと胃がね、潰れてしまいます。4つの石に分かれまして、真ん中に骨があります。5つの部位に分かれるということで、このマグロです。真ん中の違い骨をね、外しますと、背中の部分がね、あります。まず最初に背中の部分、見てもらいたいと思います。いきますね。せーの、よいしょ。こちらですね、背中の部分になっています。こちら背中の部分ですね、筋肉が発達している部分になりまして、もっちりしたね、食感で美味しい部分です。また、皮の内のところ、少し白くなってますね。こちら、中トロの部分になっています。次に、お腹の部分、さばいていきます。このお腹の部分、さばきますと、大トロの部分がね、ついています。こちらですね、同じように切り開いています。また、お客様がね、少し見えづらいと思うんですけども、この白くつぼんだ部分にマグロは内臓入っておりまして、水揚げされた時にですね、マグロは内臓を取って血抜きというね、作業を行います。こちらの血抜きというね、作業がちょっとでも遅れますと、生で食べられる新鮮ないいマグロにはならないんですね。また日本で売られている9割以上が冷凍のマグロだと言われているんですけども、ここ和歌山黒潮市場では残りの余地あり、生のマグロね、扱ってますので、ぜひ皆さんの会にさばきたての生のマグロ食べてみてください。以上。こちらね、左手の親指の先のところ、かなり白くなってますね。
大トロ握り3貫入って1000円で即売していきますので、ぜひ皆さんこの際にね、さばきたての生のマグロ食べていってください。まだ回ってないお寿司屋さんなんかで大トロ1貫食べましたら、1貫で2000円から3000円ぐらい取られるんですけども、特別に少々上がって大トロ握り3貫入って1000円で即売していきます。また今日ですね、特別に大トロ握りだけではなく中トロ握りも即売していきます。中トロ握りはですね、4貫入って1000円で即売していきますので、ぜひ皆さんのみたいにね、さばきたて生のマグロ食べてください。全国さばしまとの生の大トロ握りが3貫で1000円で売ってるところ絶対にね、ないと思いますので、ぜひここ和歌山来る人はそこらにはさばきたての生のマグロをね、食べてください。ただ、皆さんですね、この骨についてる身、皆さんはね、ご存知かと思います。中落ち、またすすりとね、言われる部分があります。今日ですね、こちらの中落ちを皆様の試食としてね、出させていただきます。よくスーパーなんかに来られている中落ちは冷凍の中落ちが多いんですけども、生で食べられる中落ちはですね、このようにさばいているところでないと食べれない、かなり貴重な部分あります。こちらですね、包丁では取ることができないので、スプーンでね、かき集めてどうぞ。また、この中落ちはですね、マグロ屋さんのまかない料理なんかに回される部分になるんですけども、ちょっと別に皆様の試食として出させていただきます。それでは、最後にね、骨を外していきます。骨を外しますと、ごまおろしの完成になります。マグロはですね、このように魚体が大きいため、骨を上にしながら、よいしょ。包丁の刃先だけ使いまして、皮にね、筋入れていきますね。よいしょ。次に骨に身をつけないように慎重にね、はい、よいしょ。これで粉が落ちますね。真ん中の大きい中身だけきれいにね、カットしていきます。よいしょ。昨日までね、このように海を泳いだマグロ、はい、これでマグロの骨になりまして、ごまおろしの完成になります。以上でね、マグロの解体ショーは終了になります。はい。